ジャッジアイズ死神の遺言続きやっていきます。長い寄り道を終え、今回こそメインクエスト進めようかなと思いますね。もう正直スーパー忘れてますこれなんで星野くんに会うの。麻生薬センターの副所長、橋木が何者かによって殺されていた件。ああ、なるほどね。何か情報掴んだかな。OK。なんとなく覚えてるような、覚えてないような。まあ、とりあえず、向かいましょう。あ、海藤さんじゃん。ダボ、来たか。早いな、海藤さん。星野くんが資料をまとめてくれたってよ。例の橋木の事件。あの、昨日真冬が襲われたんですって、教令会に。ああ、もう真冬と話した。ええ、でもちょっと嬉しそうでした、八神さんが助けてくれたって。あら、昨日なんだ。俺だともうだいぶ前に思えるんだけど。八神さん。源田先生、今日も来ないのか。いえ、昼過ぎには来るそうです。声はまだ元気ない感じでしたけど。そっか。それより昨夜頼まれた件です。橋木って人の事件調べときました。俺にも聞かせてくれよ。先端創薬開発センターの元副所長、橋木徹さん、半年前に殺害された当時51歳、深夜神室町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようで、すでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も。ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。まだ梶平が言っていたように計画的に殺されたって感じの事件じゃないな。なるほど。誰か事件の目撃者は。犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、橋木が酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。相手は黒いレインコートの男。黒いレインコート。ええ、でもその続報はなしです。めちゃめちゃ目立つな。多分警察でもそいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。事件の大枠だけですね。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は橋木が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのか。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの雪吊りの喧嘩だったから、橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思うんだ。ええ、どうしてです。なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん神室町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は橋木が致命傷か見極めて、すぐには死なないように加減した。そんなことできるんですか。だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ。だろってそんな自信満々に言われてもな。まあ一理あるのは認めるよ。けどそう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな、
材料というと？ハシキ殺しの捜査資料とか詳しい死因なんかも知りたい。となるとここはまた綾部刑事の出番じゃないか。ああ、俺もそう思って実は昨夜電話してみたんだがよ。なんだよ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。よかった。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンでな。お前も行くだろ。ああ、もちろん。電話に出れないって言うからまた綾部もやられたんかと思った。ちゃんと生きてんのね。関係者にレインコートの音が追加されたんだ。事件直前、神室町で橋木と口論していた様子が多数目撃されている。レインコートのフードで顔を隠していた。事件直前には、事件発生から死亡まで時間が空いた影響か、ほとんどマスコミにも報じられていなかったですって。行くぞターボ。他の人に話はできないね。そう、そういえばメッセージまた多分ナナミから届いたんだけど、今カイトさんがいるせいで見れないのね。なんだよ。あら、なんか俺ら出待ちされてたみてえだな。ああ、ありゃあ松金組のもんだぞ。なんでだろうね。ずいぶん殺気が抜けられてるような。お、お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら強霊界とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしても。なるほどね。強霊界が終わったら結局松金組なんだ。終わらないね。これが多分バット強奪よな。なるほどね。カウンターなんだね。多いかもな。飛び重ねただけで3人仕留めれたな今。一番いいじゃん。おい、早いとこつらかるぞ、タボ。ああ。出発するか。ラマンね。すかした顔してんな。やめてー。入って入って、入って入って。さすがに中入ってくるわ。あ、終わった。こいつ一人が勇敢に入ってきたんだね。すいませんね、一人勝たしといて。綾部以外の協力者って誰なんだろうね。
好きだねこのシステム。これでよし。ない？ここに綾部の代理ってのがいるはずだ。どんなやつなんだ？さあな、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ探してみようかね。いるかね。この人？わ、あの人っぺあの人っぺ。なんかいらっしゃいませ。絶対この人でしょ。あのちょっと、ほら、あ、もしかして俺のこと呼んだ？座って隣、早く。ん？これあれなんじゃない？もしかして前にどこかで。冗談はやめてくれる？冗談って。いいから。それより場所はここでいいの？それとももっと人目につかないとこ行く？いや、まずは落ち着きなよ。無理、とにかく早くしてほしいの。え、おっと、参ったな。は？ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ほら、やっぱり。ん？誰？なんでお前。まはや、ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。申し訳ないですね。いや、っていうかなんでここに？綾部刑事の代理。お前が？え？綾部とはどういう？今朝彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神くんに協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ？検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと変装したし、ここでなら大丈夫なんでしょ？ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ、泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神君を逮捕する気みたい。あらららら、そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる、ありがとうな。じゃあね。誰だ今の姉ちゃん？綾部の代理だよ。あ？なんだよこれ。みんな気づかねえな。これ捜査資料か？橋木が殺された時の。真冬が検察から持ち出してきてくれたんだ。真冬ちゃん？じゃあさっきお前といた姉ちゃんが？俺も最初気づかなくて怒られたよ。ファミコマ系ちゃんとしてんだな。よう、お前も見てみ。これ橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副社長になったのが4年前。ってことはお前が大久保の弁護をしてた時にはもう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。創薬センターで力を持つ副センター長だから、梶平はこの橋木を金で抱き込んだわけか。こっちは
現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。で、これがそのキャバだ。店の名前はクイーンルージュ。あっこは結構高いのに羽振りがいいね。橋木は一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。ん？例のショーノってやつとだ。おお。じゃあ橋木はお猿さんみたいな。センターからわざわざカムロ町まで来てショーノと飲んでたのか。そこで何を話してた。さあな。ショーノもアドデック9開発者の一人だったな。キドの手下だったはずだ。店を出た後、ショーノの方は橋木と別れて一人でタクシーに乗った。で、創薬センターに戻って木戸と話してる。タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまりショーノにはアリバイがあるってことか。あと、木戸もそうだな。ああ、橋木の方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と。殴られたのは14、5発。手袋越しに殴られたとみられ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で、次はどう動く？現場の場所が分かったんだ。橋木が倒れていた場所を見に行く。クイーンルージュって店もその近くだ。クイーンルージュって前行ったことあるよな、確か。その時もカイトーさんと一緒だった気がする。クイーンルージュの店前で写真撮った覚えがあるぞ。で、ショーノのことが追加されたのかな。屋敷と2人でクイーンルージュにいた。でも事件発生時にはタクシーでセンターに戻ったとする記録があり、アリバイが成立していると。で、屋敷の死亡解剖鑑定書。死因は十数発に及ぶ殴打による脳挫傷。アルコール濃度から事件当時被害者は、酩酊状態にあったと考えられる。殴打の際、犯人は手袋を着用していたとみられ、被害者遺体からは指紋は検出されていない。その他現場からは犯人を示す有力な手がかりも発見されていない。まあ、何もありませんでしたと長々と書いてありますわ。で、クイーンルージュのことが追加されたね。なるほどですよと。まだ酒6はまっすぐ歩けるな。7超えるときついんだっけ。で、こうか。おー、サウナ御殿の近くなんだ。タバコでも吸ってみるか。一服。なんか話聞けんだよね、一服してると。結構前、ミレニアムタワーが爆発して万札が降ってきた事件あったじゃん。これあれかな、龍が如くの話かな。俺の親父あの金で会社立ち上げて結構成功したんだけど、ミレニアムタワーにオフィス構えた次の日また爆破されたんだよ。如くシリーズの話っぽいな。シリーズも気になるけどね。
長いよね。さすがにセブンまであると。ここね。カイトさん、悪いけど橋木の役頼める？ああ、この辺だったな。汚そう、やだ。ここで寝転ぶの。さすが、死体役のオファー来るよ。ふざけんな。半年前、平日の夜11時過ぎ、店で一緒に飲んでいたショーのタクシーに乗せて別れた直後、橋木はレインコートの男と口論し、その後ここで倒れている姿が発見された。ショーノがタクシーに乗ったのは昭和通りだ。そこから喧嘩するためにわざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ、犯人は初めから橋木を殺す場所としてここを選んだ。そこまで言い切れるか。まあ刑事の勘ってやつ。誰が刑事だよ。ここはもういいだろう、タボ。事件から半年だ。何か証拠が残ってるわけでもね。ああ、そうだな。意外と残ってんじゃないの。あ、やっぱここ行ったことあるわ。クイーンルージュ。真面目な研究者たちもこういうとこ来るんだね。ショーノはともかく、橋木は真面目じゃないだろう。梶平のスパイだったんだから。まだ開店前か。誰かいりゃいいけどな。ようやく中に入れんだ。やったね。すいません、誰かいます？どちら様で？まだ開店前です。目つき悪いね。完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょ。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。それに紹介ならご本人から直接していただかないと。負けた顔しちゃって。でもそうさせないってんの。橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前この店を出た後殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ？警察じゃないでしょう。カムロ町の探偵だよ。矢上探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。何なんだてめえ。そんな前のこと覚えてねえよ。いや別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店テーブルに女の子がつきますよね。できたら橋木さんのとこについてたことを話したいんだけど。さっさと帰れって。うちがあんたらに協力する義理なんてねえよ。ちゃんと誰かの紹介受けてメンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら帰んな。こんなとこで手間かけてる場合じゃねえのに。よう、この店今女の子募集中なんだな。ああ、じゃあこの子なんてどうだ。あら、即採用だろ。へえ、まあそうだね。悪くはないね。悪くはない、この女の子で。ずいぶんハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げる。ただし質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。それ以外の個性や魅力が大事なわけ。どういうつもりだ、カイトさん。あんた真冬に怒られるぞ。
ハシキとショウノが何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃぼっちりじゃねえか。バカ言ってんじゃないよ。バカ言ってんじゃないよ。わけないだろ。じゃあこっちの子は？サオリさん？無理だって。真冬でまあ悪くはないねだぞ。他にいねえだろ。誰これ？紹介してもらえんの？俺。は？この写真じゃ地味に見えるけど。いいね、磨けば光る。俺にはわかるよ。星野くんが前に言ってたんだよ。沙織さん、あれ実は相当いい女ですよって。マジかよ。あんたここの店長か。ああ、その女の子ぜひ連れてきてよ。実物見てみたいから。で、よかったら文句なしで即採用するよ。任せとけ。じゃあまたな。行くぞ、ダボ。たくも。期待してるよ、あんたたち。ちゃんとこういう店の店長してるだけあって、いい目してるっぽいな。沙織さんをキャバ嬢として送り込む。これ以上手っ取り早い道はねえぞ。簡単に言うけどさ、だいたい沙織さんがオッケーするか。彼女だったら食いもんで釣れる。美味しい和菓子の差し入れとかでよ。なんかとびきりのやつで。和菓子だったらしょっちゅう差し入れしてる。今さらそれぐらいで釣れるか。だからこれまで差し入れたことがないくらいとびきりの上物にするんだよ。むず。ん？それってどんなの？俺が知るかよ。スイーツ探しはお前に任せた。たく、言い出したのは海藤さんだろうが。とびきりの和菓子って言われてもな。これまでもそういうの選んで差し入れしたつもりはなし。あわはわは。鴨野町でとびっきりの和菓子誰に聞く。あやびは今無理でしょ。真冬ちゃんに聞く。うん、わかんないよな。本人に聞く。鴨野町のすべてを知ってるのは久々につくも氏に聞いてみるか。お、やったね。つくもなら簡単に調べてくれそうだ。例のあれで検索してもらえば手っ取り早いじゃないか。検索してみよう。八神氏。地下。雨降ってる？ちょっと探してるものがある。画質悪いだけか。おお、今度は何をお探しで。和菓子には目がない超甘党の女子が絶対に食いつくようなとびっきりの一品。やがみし、古典的な作戦ですね。今時そんなのに釣られるおなごはいるのですか。いるんだって。作戦を考えるやつも引っかかるやつも。そうなのですか。ならばいつも通りユッターで調べてみますので、何か検索ワード。そうだな。それじゃあ限定和菓子で頼む。承知しました。そちらに画面を転送しますぞ。めっちゃある。全然ダメです。999件以上、検索結果が多すぎます。まあそりゃそうだな。全然限定品じゃないな。八神しよう、他のワードを追加して絞り込んでみましょう。沙織さんが飛びつきそうな和菓子、どんな言葉で探すべきだ。はあ、え、あんこ、抹茶、沙織、オープン。ああ、最近オープンしたとか、開店して限定のやつみたいな、最近の和菓子みたいな意味か。オープンはオープンかな。じゃあいいですね。かなり数が減りましたぞ。なるほど、軽眼ですね。お菓子そのものではなくお店の方に絞って検索してみたのですか。ああ、新規オープンしたばかりの店の和菓子ならさすがに食べたことはないはずだ。おいおいおい、さすが八神氏ですな。
探偵なれそうだな、俺も。ここからさらに絞り込むのは簡単ですぞ。ああ、カムロ町を追加してみてくれ。よし、減った。どれどれ、京都で有名な老舗の竹光がカムロ町の七福通りで新規オープンですと。ビンゴ、そこに行こう。でも八神氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな。行かなきゃ買えないだろう。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが、まだあるといいですね。とにかく助かった。センキュー。ま、健闘を祈りますよ。竹光はここにあるんだ。へえ。ん、あ、竹光だ。へえ、いっぱい人いるね。この店、京都の本店がネットランキングで評判なの。カムロ町にオープンしてくれてラッキー。ありがとう、知らない俺に話しかけてくれて。なんか有名な和菓子屋がオープンしたみたいだね。列がないところを見るともう完売したのかな。一人一個限定か。もっとたくさん欲しかったけど、ま、買えただけマシかな。買えたんだ。困るんだよね。京都の老舗だかなんだか知らねえが、この町で商売するにはルールを守ってもらわねえと。ですから、ちゃんと役所には届け出をしています。だからそういうこと言ってんじゃねえんだよ。他にも通すところがあるだろって話。まさかみかじめを払えってことですか。みかじめ。さあ、何のことかわかんねえな。ただルールを守れって言ってんの。あー、ちょっとすいません、通してもらっていいですか。あ、なんだてめえ。兄ちゃん悪いな、今大事な話をしてんだ、後にしてくれ。あの、限定の和菓子ってまだあります。え、あ、いや、てめえ、舐めてんのか。今こっちが話してる最中だっつんだよ。兄ちゃん、こっちが優しく言ってるうちに消えた方が身のためだぞ。そっちこそすぐ消えた方がいいんじゃないですか。あ、こんな人前でみかじめせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。まさか肩着には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい、店閉めにこいつぶっ殺してこの町のルールを教えてやるや。あ、店閉めでーす。なんだてめえは。今なら警察沙汰にしないで済ませてやるから、さっさとどこかに行きな。くさ。ありがとうございました。あ、いやいや、大したことじゃないです。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃってて。あららら、ら売り切れか。くそ、もっと早くから知ってればな。あ、いや、ありますありますよ。あります。一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがあるんで、それならまだ残ってるはずです。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません。ご迷惑をおかけしたお詫びに差し上げますよ。やったね。あ、本当に。それじゃ遠慮なく。
限定ね。それじゃあ私はこれで。本当にありがとうございました。よし、これで沙織さんへの手土産は OK だ。俺と事務所に戻ろう。沙織さん、あれ、源田先生もういいんですか？ああ、さっき復帰したとこだよ。あ、沙織さん、これ。ありがとうは。八神。あ、すいません。俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ。話がある。え？なんでよ。そこ座れ。どうぞ八神さん、おかけください。もうみんな源田先生に。源田先生の味方かよ。源田先生がお呼びですから。おい、なんだよ、めっちゃアウェーじゃん。座れよ、話があんだ。なんだよ。星野君から全部聞いた。下手な言い訳するなよ八神。全部って？新谷の件だ。寄せつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろう。星野君まで巻き込みやがって。前にも言ったがよ、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そのあいつが死んで体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りゃしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。でもな、俺が間違ってた。え？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえやつが生き残っていくことはできねえ。カムロ町で生きていくやつらはみんながみんな上見て這い上がろうとしている連中だ。だから他のやつに食い物にされたくなきゃ、強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。違うか八神、お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし、なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。うちも新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言えよ。ありがとうございます源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはねえ。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織くん？美味しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。食べたからにはね。そこをなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんで沙織君を気に入ったんだろうな。
大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえ何とかすればキャバ嬢に見えるって。年だってごまける。嫌です。おいおい、やってくれよ。ドクター X じゃん。いたしませんって。まいったな。やっぱり沙織さんにキャバ嬢やらせるってのは無理か。さっきのお菓子気に入ったろ。また買ってくるから。嫌です。おいおいおい、これはちょっと無理なんじゃねえか。まあ実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けるのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。一体沙織さんを何だと思ってんですか。いやでも沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだの、年がごまけるだの、皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。そうなん？そこまで言われちゃしょうがないですね。え？私やります、カムロ町のナンバーワン。そう来なくちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ。少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん。でも俺が選ぶの？大丈夫、ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。橋木が死ぬ前に翔野とどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ参りましょう。やっぱりそう来なくちゃ。まあよかったじゃないか。でもうまくいかなかったら後が怖いな。大丈夫、大丈夫以外考えられない。どうした星野くんの視線ちょっと怖いんだよ。でドレスを買いに行くことになったか。まあちょうどいいからここで終わってもいいんじゃないでしょうかね。で次回はまあ沙織さんドレス買ってあげて、まあ、キャバ嬢侵入って感じなのかな。まあ、そんな感じですね多分ね。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。